コロナ特価800円。リーサーがマスクをしております。はい、どうも皆さん、こちらからです。ということで、本日5月21日にですね、沖縄県が休業要請の解除を行いました。なので、本日からですね、沖縄県は経済活動を再開させていくんですけども、今回ですね、経済活動再開初日、21日当日にですね、私は沖縄に行って経済活動をしてきます。はい。でもね、こう言うとね、またね、自粛警察の方がね、湧き出ると思うんですけども、前提として、不要不急の外出は控えてくださいという国からの要請でございます。なので、今回の旅行というのは、必要救急の旅行だと私は考えております。そう、不要不急の反対はね、僕必要救急だと思ってるんですけども、まず沖縄の経済活動、これは必要なことですよね。そして沖縄の経済というのは8割が観光業で成り立っています。はい、というのもですね、これはとあるページのホームページに映ってるグラフなんですけども、はい、このグラフで言うとですね、 84% が観光業で成り立っています。はい、なので沖縄というのは観光業で成り立っている県なので、観光客がいないと経済が回りません。なのでこの沖縄の経済を再開させるということは観光客を求めているということになります。はい、なので観光客っていうのは我々ですね、我々を求められているものでございます。なので今回の経済活動は必要なことで、そして我々は求められているので、必要救急の活動ということになります。そりゃそうですよね。例えば沖縄に住んでる人がわざわざ沖縄のホテルに行きますかっていう話でもありますし、那覇市内に住んでる人がわざわざ国際通りのお土産屋さんでお土産買いますかっていう話じゃないですか。もちろんね、沖縄の知事はね、ちょっと来県のね、ことはちょっと控えてくださいみたいなことを言ってるんですけども、経営者は真逆です。もう経営者はですね、もう丸々2ヶ月利益ゼロなわけですよ。ね、従業員にお給料も払わなきゃいけない、テナント代も払わなきゃいけない。こんな状況の中で、経営者はもう1日でも早く再開を望んでいます。はい、なので、この僕は知事に答えるのではなく、この経営者たちに僕は答えたいなと思っております。なので僕は国際通りに行って経済活動をしていきます。で、今回の修行というのは不要不急の支給ではなく必要救急の修行なので、僕は今回堂々と SFC 修行をやります。これでね、ぜひ自粛警察の皆さんとぜひ和解したいなと思いますので、今回に限ってはですね、僕は結構筋を通したつもりではございます。なのでね、皆さんも結構クリーンな気持ちでね、この動画を見れると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。これからですね、羽田空港に行って沖縄へ行っていきましょう。レッツゴー。でん、ということでね、これから飛んでいきたいなと思います。それでは行ってみましょう。Let's go。はい、ということでね、こんな形でね、沖縄の方やってまいりました。今ね、こちらちょうど国際通りになってるんですけども、こんな形でね、緊急解除宣言後、そして休業要請のね、解除後がどうなってるかっていうのをね、これから見ていきたいなと思います。それで行ってみましょう。Let's go。 まずですね、最初はもうね、シャッターがもう目立ちますね。こんな形で、はい、結構シャッターが目立ってる様子でございます。それではね、早速ね、横断歩道を渡って奥の方へ行ってみましょう。こんな形でシャッター街になってますね。すごい、国際通り。シーサーがマスクをしております。あ、すごい、ほとんどシャッター閉まってますね。ここ結構沖縄のね、工芸細工のお土産屋さんもシャッター閉まってる。あー、やっぱ結構閉まってるなー。あー、本来はね、こういう琉球ガラスのね、あのガラスが売ってるお店なんですけども、こんな形で閉まっております。あー、そうなんだ。こちら飲食店ですけども、飲食店もこんな形で閉まってますね。わーお。やっぱ休業要請解除って言ってもやっぱ難しいのかな、すぐ開けるっていうのは。やっぱり、ああ、お土産屋さんかな。あ、お土産屋さんはこうやってますね。こうやってる。はい、こんな形でね、国際通り途中まで歩いてきたんですけども、すごいシャッター街になってますね。全然すごい、ちょっとね、経済活動しようとしてね、ちょっとね、ここから東京から来たんですけども、全く経済活動ができない形になっております。ちょいちょい空いてるお店はありますけども、でも少ないですね。飲食店はほとんど閉店しております。こんな形でね。あ、ここステーキ屋さんだ。あ、ステーキ屋さんなんだけど全然空いてなくて、こっちはね、お土産屋さんで、
なんかパイナップルとか売ってるお店ですね。こちらは開いております。あ、すごい、コンビニも閉店してる。すごい、皆さん見てください、ローソンが閉店してますよ。あ、そんなことはないか。まあさすがにハックドラッグはね、こんな形で営業しております。あでもほとんどシャッター街に立ってますね。いやー、こんな歩きやすい国際通り初めてかもしれない。うわー、すごいね、国際通り誰もいないな。ここはね、お土産屋さんね、やってますね。あ、すごい、わあ、とても殺風景。すごい、これもうシャッター街ですよ。ほとんどシャッター街ですね。え、これ日にち間違えてるのかな。今日休業解除ですよね。あれ日付間違えてんのかな俺。でもそっか、結局やっぱりね、それこそ前動画でも言いましたけど、沖縄って観光客がね、あの観光業が8割で経済が回ってるので、その観光客が来ないんじゃ意味ないのかもしれないですね、開けてもね。うん、人件費ばっか取られますし。あー、やっぱ開けられないのか。そっか、コロナ特価800円。こんなね、在庫処分アロハシャツとかもあります。すごいな。いやー、すごいですね。ここね、平日でもね、すごいね、観光客で賑わってるはずなんですけど、やっぱりね、ちらほらですね、向かいの道路もやっぱりシャッター閉まってるところと開いてるところと、まあどうでしょうね、10店舗中3店舗ほど開いてるようなイメージでございます。いやー、すごいな。休業要請解除してもやっぱ開けられないんですね。これがリアルか。ああ、スターバックスはさすがにやってますね。なかなかな、ラーメン屋さんだ。ラーメン屋なんだ、ここ。へぇ、ラーメン屋はやってる。ソーキそばじゃないんだね。ソーキそばじゃなくて、ラーメン横丁なんだ。へぇ、なるほどね。で、ここが快活クラブですね。あ、快活クラブはやってますね。ここね、あの、小野田さんがね、あの、ご紹介してたとこなんですけど。あ、すごい。快活クラブはやってる。なるほど。いいですね、ここでね、快活クラブやってればなんとかなりそうですけどね。はい、ただまああれですね。ということでね、ちょっとお腹も空いたので、こちらのね、やっぱりステーキ、はい、こちらね、やっぱりステーキさんでちょっとご食事をね、頂戴したいなと思っております。それでは行ってみましょう。テイクアウトやってます。マスクあります。50枚3000円。なるほど。なるほど、こういう感じか。こちらでお召し上がりですか。あ、はい、何にしようかな。 180g でいいかな。やっぱりステーキ、赤身ステーキ、サーロインステーキ、いろいろありますね。ヒレステーキ、じゃあ私今回はまあ普通の方。お金を入れてください。はい、よし、はい、すいません、お願いします。はい、さあ来ました。早速ね、いただいていきたいなと思います。お疲れ様でした。ということで2軒目は快活クラブに来ました。どんな形ですね。それでは行ってみましょう。はい、ということでですね、こちらね、経済活動してきたんですけども、こちらのですね、うなり崎というですね、サーターアンダーギー屋さんがあります。こちらでね、サーターアンダーギーを買って帰りたいと思います。
ここはですね、なんとあのアーティストのガクトさん御用達のお店でございます。それでは行ってみましょう。はい、ということでですね、こちらの成崎さんですね、ぜひペニーモサルトのね、あのサーターアンダーギーを売ってるお店でございます。ぜひね、行ってあげてください。あ、今ですね、お店の人に許可をいただいてサインをね、取らせていただいてます。これはガクトさんのサインですね。あ、すごい。あ、中日のドラゴンズの、あ、選手のやつですね。あ、すごい。あ、結構あれですか、芸能人の方とか来られますか？結構最近は来ないね。もう最近は来ないですか？あ、そうなんですね。あ、ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。こんな形でね、沖縄に経済活動しに来たという動画でございました。プランといたしましては、羽田から沖縄に来て、沖縄で国際通りに行ってね、国際通りでランチを食べて、快活クラブで過ごして、そんでね、稲荷崎でね、サーターアンダーギーを買うという動画でございました。結構ね、こんな形でサーターアンダーギーを買わせていただいたんですけども、結構ね、おばちゃんの方もね、結構ノリノリでね、結構心よく受け入れてもらって、ガクトさんのねサインとかを見させていただきました。本当にありがとうございます。そんな形でね、結構ね、感想といたしましてはですね、国際通りもやっぱりシャッター街が多かったですね。はい、あの一刻も早くね、あの元気な国際通りに、ね、戻ってほしいなという思いでございます。やっぱりね、 JGC 修行 SFC 修行されている方でね、沖縄に来る方っていうのは大変多いと思いますので、やっぱりね、沖縄が元気じゃないとね、我々修行僧もね、なんか沖縄に行くね楽しみっていうのがなくなってしまいますから、やっぱりね、我々修行僧がね、少しでも沖縄に貢献できるように経済活動をしていきましょう。ということでね、このチャンネルでは JGC 修行 SFC 修行のお得な情報や、海外に行ってみたい方に何か一歩きっかけになるような動画を配信しておりますので、この動画が面白かったって方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからコメント、ランクと評価もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。